初めて季節を買ったっていう気がした今。ああ、なるほど、うん、そうだね、うん、いや本当に季節って変えるんだなって今思ったから。夏に前戻って、そう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 季節って戻れるんだみたいな逆戻り、そう、いやいいですな、ね、あでも湿度も高いね。高いね。いや B さん、 B さんが良かったな。持ってきてよかった B さん、うん、ユイレールあった。B さん見える。はい、ユイレール。ああすげえ、これが那覇空港駅になるわけですな。いやでも空港から都市部に電車で行けるっていいよね。うん、いいだね。はい、ユイレールでございます。てかうちはどこに行くんだ。県庁駅、県庁前から歩こうか、そしたら国際通りだ、うん、じゃあ県庁前まで行きましょう。はい、切符これ初めて見ました。切符にバーコードがついてる。機械通さないし、そう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 、だけそして皆さん注意してください。これね、あの表と裏ありますけど、こっち側だとバーコードが反応しません。後ろの人に怒られます。こっち側をねピッてやってください。画面のみだね。そう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 、沖縄の豆知識でした。前髪、髪切ったんだけど、なんか伸びて邪魔なんだよ。あ、そう、セットしないと。ただいま、国際通りでございます。ホテルに荷物も置いて着替えて完全に、沖縄仕様になりました。足元B さんっす。でもやっぱりあれだね、沖縄 B さんがなんかやっぱ馴染むね。うん、清掃みたいなもんだね。確かに確かに、あ、清掃だね、まさに ね、 ね、うん、ね、私は、はい、こちら、ポーラね、沖縄に来たら買ってください、ルートビアでございます。そして宮野大先生は早くも早くも早くもゲットしました。ゲットしました。アブシでございます。結構いい値段です。そうですね。結構ミニサイズでもね、結構いい値段なんですけど、まあこれで今夜の宮野氏はハブというかアナコンダです。なんかテキーラっぽい。え？あ、本当だ。なんかね、そんなきつそうな、なんかむしろなんか甘い香りが。うん、飲んでるの。いや、大丈夫です。何度ですか。意外と飲みやすい。25度。飲みやすい。股間にメラメラの身を感じてました今。いや、来そう来そう、こっち。ここでヘビ入れたらアーチャマが失神するだろうね。うわー、なんかすげえ道だわ。で、通り出て右行ってたわ。もういいな、こういう裏路地。ここだな。
はい、こちら、あとしまちゃん。はい、こちらでございやす。しまちゃん、うん、行きましょうか。大丈夫ですか、大丈夫ですか。はい、こちらプリン、バラの稲荷でございます。これはどうですか、犬飼われてるアンドさんは。あのね、私たまに家で、その整体とかストレッチとか受けることがあるんですよ。毎日だったから、私はそれをやられてると攻撃されてるので、すごい勢いやはりにしにくい。そういうもんなんですね。優しい。すげえ優しい味がする。やってもらえないじゃないですか。味噌、醤油、あっても。わかるんですよ。俺より優しいものはないと思う。とても罰ないことだよ。難しい問題、続いていきましょうか。はい、カツオたちみたいな。さあ続いてはこちら。でもその後俺どうするんだろう。あれあれ、アジアハンド全国で搬入作業の遅延が続出しているんですね。意外とね、大変な問題になってますけど、はい、見てみましょう。ボードオープン。まずこちらの日本地図ご覧いただきたいんですが、これ今週の月曜日までの全国の郵便局への搬入の状況というのは、通なんだね、さりげなさの数字ではなくて、まずは国から各自治体の郵便局に届いたこれ数字なんですが、だから私たちが届く前の段階での数字、これが近畿 30% で、九州沖縄まだ 37%。艶と星が出るので、もうずっと使い続けたいなって思います。髪を若々しく